水温の上昇や栄養分の不足、今浜名湖の自然にこれまでになかった異変が起きています。最終回の今日は浜名湖で始まって今年でちょうど200年になる海苔の養殖を通して考えます。浜松市西区舞坂町にある宝珠院です。毎年2月6日に江戸時代後期の商人森田屋彦之丞を讃える海苔供養が営まれます。一口で言えば舞坂町にとっての恩人のということになりましょうか。舞坂郷土資料館は海苔作りに関係する歴史的資料を所蔵しています。浅草で始まった海苔の養殖は江戸後期には品川周辺で盛んでした。海苔作りを浜名湖に持ち込んだのが森田屋彦之丞で、その後海苔は浜名湖の名物にまでなりました。浜名湖が海苔の生育に非常に良いところだと目をつけたわけです。浜名湖で海苔の養殖が始まってちょうど200年、現状はどうなのでしょうか。この時期養殖場では網に青々とついた海苔を機械で吸い込んで収穫します。海水温が下がってこないと発育が良くなってこないですね。10年ぐらい前かな、その時ぐらいはまだ年末にも収穫できたんですよ、ね、温暖化によって海水温が下がらないもので、発育が悪くなってますね。近年の取り始めは年明けまでずれ込み、収穫のシーズンが短くなっているといいます。以前はお歳暮にも重宝されましたが、今は間に合いません。本当は12月のね、初めものから収穫したいんです。皆さんね、漁業者が。でもなかなかそれがね、できなくなってきてるもんですから、温暖化で。そこは頭痛いところですね。原因は特定されていませんが、浜名湖ではこの30年の間水温が上がり続けています。 1.5 度から2度近く上がった地点もあります。もう一つ指摘されているのが、海苔にとって栄養分になる窒素やリンが減っていることです。浜名湖の資源に詳しい徳増隆二さんが湖に船を出した時のことです。ここの海苔の漁場は浜名湖の中で最もトップクラスに水揚げの多い海苔の漁場です。その理由が分かります。もうじきこれ取る、あれあそこ、そうです、あそこに溜まってるやつ、はい、こちらにもいます。そこの万年船の上に海苔がいます、はい、これが糞をします。はい、それであれが日に照らされて発酵して浸透して栄養になって天然の肥料としてここに流れる。窒素やリンが減った理由は様々な要因によると専門家は言いますが、生活排水の処理が衛生的になったことも一因です。浜名湖全体にきれいになりすぎてますよ、奥浜名湖の方までずっと澄んだ水になってます今。隣の愛知県は漁業関係者の要請を受け、3年前から三河湾である試みをしています。矢作川の浄化センターは以前は生活排水の処理をフル稼働で行い、リンの濃度を1リットルあたり 0.2 ミリグラム、排水基準の
20% に抑えていました。ところが今はあえて1リットルあたり 0.8 ミリグラム、排水基準の 80% まで規制を緩めています。基準の範囲内で多めになるように運転しております。いわば排水をきれいにしすぎないという試みです。下水道の直近ですと、のりの色が戻ってきて黒くなってきたり、またアサリについてはその肥満度が回復っていうか超えてきたりしてるっていうことも観察されてますので。森田や彦野城が浜名湖の豊かさに目をつけた頃、浜名湖の水質はどうだったのでしょうか。衛生面との両立には議論が必要ですが、浜名湖の幸を守っていくには、さまざまな選択肢を検討する必要がありそうです。